です。似顔エール、今回は、吉村さん、大阪府知事の吉村博文さんを書いてみることにしました。吉村さんやっぱりコロナの対策をいろいろ考えてくださって、厳しい顔で写っていることが多かったと思うんですね。にこやかな顔もあるんですけれども、私たちの印象に真摯な真面目な頑張ってるっていう印象が残ってますので、その辺をどう表現していくかをちょっとまず書いてみたいと思います。そうですね、やっぱり目ですよね。真剣な表情って目に出るので、それをちょっと書いてみようと思います。眉毛がこうちょっと上がる感じですよね。そして目ももちろん上がっていきます。そして真剣に下からグッと見つめる感じで、こういう感じの目になっていくんではないかなと思いますね。でもう一つ、口元は小さくて、幅が小さくて、ちょっと厚めの口をしています。そのあたりも幅が小さいんですね。かなり幅が小さくてちょっと厚めの口、そして開くと前歯が2本ちょっと見えるんですね。こんな感じを描いていくと似てくるんじゃないかと思います。では目についてはそういうわけで、あと厳しい感じを出すということで、進めて書いていってくれた人がどのくらいいるかな。あと眉毛のちょっとしたここですね、ここに入り込んでるような感じの眉毛ですので、ここも書いてるといいかもしれないですね。鼻は割と普通です。口はそういうわけでちょっと厚い感じで、ちょっとなんていうのか、ほくろがいくつかあるんですけど、口元のほくろを描くのが一番いいんじゃないかと思います。たくさんあるときは、たくさんあるって印象の人はたくさんいくつか描いてもいいんですけれども、あまり描きすぎるとうるさくなるので、どれか一つポイントを絞るといいですね。口元のほくろがいいかと思います。では見ていきましょう。フルフルさんなんですけれども、私が言ったことすべてやってくれてますね。ほくろもちょっと絞り込んでくれました。で、目つきも三白眼ってね、前やりましたよね。白いところが多い目です。で、ギュッと見ている感じ。それでマイクも持っていて、今を書いた感じですよね。で、後ろに全てをかけて大阪を前にって書いてますね。こういうメッセージも一個こうあると絵が引き締まるかと思います。で、安野さんなんですけれども、安野さん本当にスタイルができてる人で、はっきりした線でグイグイ描いていきますね。顔はいいと思います。で、後ろも顔と同じぐらいの力でかなり描き込んでてくれます。で、細かいところ、ステージ3ステージ2とかって書いてあって、どういうふうに基準を出していくかについても書いてありますね。助け合い、筋肉、協力をとかいっぱい書いてあって、なんか図柄的にしっかりくっきりしているので、こういうポジもくっきり描いちゃっていいですね。なんとなくバックにあるような感じにするのと、はっきり描くのとなんか区別して、描いていくといいと思います。で、マッチーさんなんですけれども、マッチーさんこれね、勢いがありますね。こうやろうとしている力がこう中から溢れてくるような絵ですね。実はこの辺と肩の位置と少しデッサンに狂いはあるんですけれども、それが逆に力になっている。たまにというか、こういうことあるんですね。わざわざデッサンをずらして強調することもあるんですけど、これはどっちか分かんないんですけれども、これ偶然だったのかもしれないけど、この若干の狂いが強さを出してるって面白いですね。で、こういう髪の毛をパラパラとたくさん描きました。本当は整理して描いた方が綺麗な絵になるんですけれども、この切迫した感じっていうのを出す場合はこのくらい描いても面白いのかなと思いました。同じくマッチーさんなんですけれども、こちらの方が先に描いたようですね。細かく細かく描いてあります。で、アベノマスクも描いてあるし、都知事も書いてあるし、
この辺りで3つのこう大きい小さい小さいで綺麗な図を作ってますね。ただ若干小泉孝太郎さんに似てるかなと思います。後でこの話したいので、ちょっと覚えていてください。大野さんなんですけれども、大野さん本当にコロナをやっつけるぞっていう意気込みのところを漫画的に描いてくれました。とってもいいと思います。顔の幅も出てるし、厳しさも出ているし、ほくろも整理してくれてるんですけど、髪の毛のトーンちょっとグレーになってるんですけれども、もうちょっと黒くした方がいいような、吉村さんのイメージが出るような気がします。でここまでの中、今まで説明した中でなんですけども、ちょっと見てもらえますか、全体を。このフルフルさん、肩の幅顔よりも広いんですね。安野さん、顔の幅と同じくらいなんですね。で顔の幅より若干広い。で顔の幅と同じぐらい、顔の幅より小さい。こんな風に、顔と体の幅がこう同じ人もいれば、広い人もいるし小さい人もいます。これ自分なりに使い分けてください。この広い方は割と私たちの実物に近いのでリアルな感じがしますね。で私が似顔絵描くとき、自分よく使うパターンなんで、顔と同じにする、体と顔を同じにして顔を目立たせるってことですね。で顔よりも小さくするっていうのは漫画的表現に向いてますね。ちょっと見てみてくださいね。こういうふうに全身を描くときに、これもし肩の幅をここまで取っちゃったら漫画的表現ができないんですよね。こうだとかですから小さくしてます。この辺を使い分けて、肩の幅っていうことを使い分けると楽に漫画的な絵、描写的な絵ということが描き分けられると思います。では次、朝子さん行きましょう。朝子さんはね、もうこれは楽しい、私的にはこの雨がっぱも、雨がっぱっていうのかな、レインコート集めてましたね。足りなくなって、レインコートでも代用できるんじゃないかってことでたくさん集めてました。そういう意味でカッパっていうことなんでしょうね。雨がっぱとカッパをかけて、まあ、大阪のイメージっていうことで、ソースはつけないでっていうのを小さく書いてて、なんだか楽しい絵ですね。面白く描いてくれたかなと思ってます。次は山本 S さんなんですけれども、バッグのところをぼやかして、だいぶバッグが後ろの方にある感じに表現してますね。素晴らしいです。で、あとちょっと顎が長いような気がするんですよね。やってみましょう。それを短くしたらもうちょっと似てくるんじゃないかと思うんですよね。顎をこのくらいでいいんじゃないかと思うんですよね。そうするとだいぶ似てきて、ちょっとこの辺に耳を入れて、この辺をこう横分け感をちょっと出してあげましょう。これでだいぶ似てくるんじゃないかと思います。いかがでしょうか。ちょっと外しますね。はい。で次がいちごママなんですけれども、いちごママさんハンサムに描いてますね。確かにイケメン、最初に言いましたよね、政治家さんの中でとってもイケメンの方なので、そこをよく表していると思います。で頬のこけ方、左右にちょっと黒いのを入れてて、いい感じで描けてるんじゃないかと思います。ただもしよかったらというか、やっぱり髪の毛が肌色がかなり入っているので、と肌色と溶け込んで強い感じがしないので、はっきりと肌色と髪の毛はこの方の場合は違う色にしてしまった方がいいんじゃないかと思います。ちょっとやってみますね。もうちょっとこの辺、ちょっと肌色っぽいものが見えちゃうので、この辺もちょっと黒くしてあげて、そうですね、あげると強い感じがしてくると思いますね。
肌色が入っているよりもどうでしょうか。でもし光を入れたいんだったら肌色ではなく白で入れた方がシャキッとしますね。ではこんな感じで、次てるてるさんの、あ、素晴らしいですね。体の入り方、手の描き方が素晴らしいです。ちょっと前のめりで話してる感じとかで、ここがいわゆる切り方っていうと、ここがバストアップの切り方なんですけど、その後急に全身に行く手前の上半身ってとこですよね。両手がきっちり入ってて、あの動きが出ているのでとってもいいと思います。でてるてるさんもやっぱりちょっと茶色っぽい紙で描いてるんですけど、私としてはこの方は黒で描いた方が締まると思ってます。それ以外の部分は全部いいですね。で次千代さん、千代さんなんですけども、千代さんはなんかね、自己自分でなんか小泉進次郎さんに似ちゃったような気がするって書いてあったんですね。それでなんですけれども、あー確かにと思って、そうですよね、なんか小泉進次郎さんだって、このたこ焼きがないとそう思っちゃうかもしれないですね。このたこ焼きがあるので大阪のって感じがするんですけれども、じゃあどうしてそう見えてしまうのかっていうところをお話ししたいと思います。輪郭の縦横比で違う顔になるってことなんですね。これ同じパーツを違う輪郭に配置してます。ちょっと縦長の輪郭と横に幅がある輪郭、それに全く同じパーツを小泉進次郎さん的に配置してみました。縦長の配置ですね。でこちらは吉村さん的に配置してみました。ちょっと詰まってる感じですね。横に幅もある感じです。で全く同じパーツを使っても違う顔になるんです。ちょっと横も開いてみますね。これをベースにして私はこう描いていくんですけれども、どうでしょうか。そうですね、この吉村さん的に幅を持たせた顔で描いていくと吉村さんになる。ちょっと唇厚くしたりほくろ入れてますね。それでこの縦長感を出して進次郎さんを描いていきますね。鼻の下にちょっと線を入れて、鼻の下やや長くてまっすぐって感じを出してますね。そうすると進次郎さんになっていく。本当に確かにイケメン同士というのは似てることが多いです。綺麗な人同士も似てることが多いです。そこで違いをきちんと出していかなくてはいけないっていうことで、また千代さんに戻りますけれども、じゃあ千代さんもう一度見てくださいね。やっぱりちょっと縦長なんですね、顔が。それで進次郎さん的になってるんで、これをちょっとこちらに置いてみました。これここの幅だけ長くしてみました。幅だけ長くしまして、パーツをちょっと真ん中に寄せてみました。そうするとだいぶ吉村さんに近くなってくると思います。これでさっき言ってた眉の角度を入れたりしていくと、もっと吉村さんになっていきますね。これが、まあ、いわゆる進次郎さん的縦長感、こちらが吉村さん的横に、ここに幅がある感じですね。顎は細いんですよ。でもここには幅があるんですね。それを出していくともっと似てくると思いますね。ただこのアイデアとかはとっても可愛くて大好きです。次安永さんが描いてくれたんですけれども、まあ維新絡みの3人ですね。前市長だった橋本さんと、今市長の松井さんですよね。そして大阪府庁府知事の吉村さんを手前に書いてくれてますね。この2人よく似てますよね。すごくよく似てる。橋本さんも松井さんもよく似てますね。この辺のこけ方とか、この辺の幅があってポツンとしか目鼻がない感じとか、この困った顔とか、2人すごくよく似てるんですけれども、ちょっとやっぱりさっき言ってた進次郎さんっぽい輪郭になってるんですよね。この縦長の進次郎さんっぽいのをこの辺もうちょっと幅取ってあげると、もっともっと吉村さんに似てくると思います。でいいですね、大阪城の
キャラクターかな、マスクもして手も洗ってます。皆さんマスクをして手を洗いましょうね。で次が三浦さんです。三浦さん今度ちょっと引いた感じの顔で手が前に出てますね。なんかこう結構手を前に出してグイグイ離すタイプなので、それを描こうということで、とてもいい構図だと思います。あと惜しいのは目がいわゆる三白眼になってないところなんですね。この目の玉をもっともっと小さくするとぐっと似てくると思います。やってみてください。で次なんですけれども伊藤さんです。あー出た伊藤さん、見てください。こんなに大阪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 っていうのをぐいぐい帰ってくれてますね。いい、やっぱり大阪というと吉村さんっていうのが出てきますので、バックに大阪的なものを入れるのはとてもいいと思います。それで、まあ、疲れてんじゃないかな、こんなに頑張っててって思うところがあるんでしょうね。ちょっと疲れ感も出してますね、いい感じで描けてます。眉をもう少しつらせてもよかったのかなとは思います。そのくらいですね、よく描けてます。でゆきさんなんですけれども、ゆきさんまたこれはパステルで描いてくれてますね。綺麗な絵ですね、いつも綺麗な絵で、今回はこの幅も取ってくれました。それでちょっとこの辺でこけた感じもいいんですけど、あと顎のこの幅ですよね、今こことここに角と角があるんですけど、もうちょっと細くしてもいいんです。これもうちょっと細いところに持っていって、あとパステルですので柔らかく仕上がってるんですけれども、目のきつさをなんとか出したいんですね。目一回り大きくして、白と黒をはっきりさせるといいんじゃないかと思います。パステルの色鉛筆の黒とかで下のラインを描いたり、ちょっとはっきりさせるといいかなと思います。パステル柔らかい表現ができるんですけれども、ピリッとしたところはパステル色鉛筆とかで入れていくといいと思います。で高市さんやってくれましたね。いつも面白い、いつも楽しい、もう絵よりも先にこっちが入ってきちゃったんですけど、目つきの刃でコロナを切るって書いてありますね。いいですね。これ実は私キャラクターよく分かってないんですけれども、皆さん分かるんじゃないかと思います。あれかなと思いながら見ています。で似てるかどうかというところに行くと、あやっぱりちょっと縦長感が強いんですね。もう少しここですね、この辺を幅広げてあげるともっと似ます。あとこの眉毛のラインを細かい線でつなげてますけど、勢いを1個入れちゃってもいいのかもしれないですね。勢いよく1本どっかにグイッと入れてもいいのかもしれないです。でおみちゃん、おみちゃんも優しく丁寧に描いてますね。大阪というところやコロナというところを入れてくれました。でなんとなく似てるんですけども、あれもしかしたらなんですけど、このパーツ自体ですね、目鼻口がちょっと小さいんじゃないかと思うんです。この顔頭の形輪郭に対してパーツが小さすぎる。一回り 110% までちょっと大きくしたものがありますから、見てもらっていいですか。これがこの顔の中をちょっと大きくしたものなんですね。この方が安定感のある顔になると思います。でこのちょっと大きくして配置を、そうですね、鼻の下をもうちょっと短くして上げていくようにするともっと似てくると思いますね。では最後になりましたよっちゃんですね。よっちゃん前歯の特徴も出して下からグッと見上げてる感じを描いてくれました。いいですね、何か話してるっていう感じがします。で上を切ったのもいいんですけれども、やっぱりちょっと長くなっちゃってるんですね顔が。これ特に上この髪の毛をもうちょっと多くしてあげて、前にですねこのくらいまで持っていくと横幅にがある感じがして、もう少し似てくるような気がします。バックは一度描いてから色を
乗せて落としてくれてますね。だからバックと手前の差がすごく出てていいです。というわけで、なんか似てるなと思ったのはフルフルさんといちごママさんです。あと面白いなと思ったのが、楽しかったんで、あさこさん、マッチーさん、あと高市さんかな。というわけで今日は吉村府知事をみんなに書いてもらいましたけれども、私も書いてみました。で、私のメインの仕事は読売新聞の政治家さんの似顔絵を描くことなので、その時どういうふうに描いているかっていうと、まあこんな感じとかこんな感じに描いてます。まあ普通に描くという感じですよね。ノーマルに描く、嫌味なく描くという感じで、ちょうど小泉さんが出た時にもあった、小太郎、あ、新次郎さんが出た時にもあったんで、こんな感じなんですけれども、嫌味なく描く。で、この書くときに、各投資とか、まあ、主要な人たちは笑ったところ、怒ったところ、泣いたところとか、そういう感情が入った顔を何種類か書いて納品するわけなんですけれども、その感じで、そのテイストで今日は吉村府知事を書いてみましたので、見てください。そうですね、これが、まあ、普通の顔、表情、これが笑った表情、これが怒った表情、あとはいつも泣いた表情を納品してるんですけれども、なんかこう今回は泣いた表情がこう思い当たらなかったので、この3枚にしました。というわけで今日もみんなが書いたのを公表させていただきました。どうもありがとうございます。ではまた。似顔絵ル